初優勝なるかイタリア、あと1点です。抜けたのサーブ長いがデスパイネ、ボランティングベルナルディ打つのは止まり、それを知らないチャンスはキューバで、もう1回デスパイネブロックっとこれを下がってダイレクト攻撃、バルデスどうだ、ベルナルディが打ったワンタッチ、決まった決まった、イタリア世界選手権初優勝、喜んでいます。ジャスコン監督、あの冷静な監督がもうそういうことですかね、大変です、大変です、世界の王者はイタリア、見事に世界選手権初めての優勝を飾りました。キューバを下しています。セットカウント3対1、最後はこの第4セット16対14というものすごいセットでした。いや皆さん、はい、まああのイタリア、キューバとの熱戦でした。その試合を振り返っていかがですか？そうですね、やはりもう最後までやっぱりキューバがね、1セット目は取ったんですけど、最後まで、ね、波に乗り切れなかったって感じがしますよね。いつものキューバらしからのね、取ったらもう一気に来ますよね。それにしましてもイタリア、素晴らしい優勝でしたね。はい。はい。ということでお伝えしてまいりました、この世界選手権の決勝戦、見事にイタリアがキューバをセットカウント3対1で下しまして、見事に決勝進出2回目、初めての優勝を決めています。